報道機関の皆さんには大変お忙しい中ご参集を賜り誠にありがとうございます。本日の会見は愛媛県内におきまして新型コロナウイルス感染症が第4波ともいえる拡大を見せておりますことを踏まえ市民の皆様に対して改めて注意喚起をお願いをするためのものでございます。ぜひ皆さんにおかれましては本市の情報発信にご理解を賜りますようお願いを申し上げておきたいというふうに思います。さてご承知の通りでございますが現在愛媛県内では過去最大のクラスターが発生をいたしております。新型コロナウイルス感染症の陽性患者が急激に増加しており、3月の25日には県の警戒レベルが特別警戒期間に切り替わりました。現場でそして指示命令系統を一手に司っていただいております中村知事におかれましても、もはや第4波に入った状況であり、変異株という全く新しい波が経験したことのない規模で押し寄せてきている状況というふうな強い危機感を示されております。また松山市中心部の繁華街におきましては4月1日、来月1日からでありますけれども約3週間酒類を提供している飲食店に対しまして時短営業を要請するという発表もございました。こうした状況の中で、本市内におきましても再び陽性者が確認をされている状況でございまして、私自身も大変強い危機感を覚えております。ちょうど年度末年度初めのこの季節、卒業旅行であったり就職転勤であったり人の移動が非常に多い時期に差し掛かっております。ウイルスの持ち込みあるいは持ち帰りには十分なご注意をいただきたいというふうに思います。また歓迎会送迎会など会食の機会も増える季節でもございます。お花見も現在市内の至るところで桜が見頃を迎えています。そこでまずは市民の皆様に対するお願いでございます。飲食を伴うお花見も含めてでございますけれども、会食というふうなことを行う場合には、大変失礼な言い方になるかもしれませんけれども、次のような感染防止策の徹底をお願いを申し上げる次第でございます。まず1点目でございますけれども、店側、要はお店ですね、感染対策ができていることの確認をお願いをしたいと思います。お店をお選びになる際のポイントといたしまして、座席の間隔の確保、従業員さんのマスクの着用、消毒液の設置、換気の徹底などの対策ができているかどうかというふうなものをぜひご確認をいただきたいというふうに思います。その上でご利用を願いますようにお願いを申し上げる次第でございます。2点目は参加者の2週間以内の行動歴の確認であります。感染拡大地域への出張であったり、感染リスクの高い行動歴がないことなど、十分に確認をしていただきたいというふうにお願いを申し上げる次第です。3点目は、当日の体調がお悪い方がいるのかどうなのかというふうな確認でございます。合わせて、普段の会食というふうなものは、基本的には4名以下、4人以下でお願いをしたい。歓送迎会など、恒例行事を行う場合って言いますのも、毎日お顔を合わせている方と、席の間隔を十分に空けていただいて、今日の私のように大声で喋らないようにしてもらいたい。そして、ハメを外したりというふうなことはないように徹底をしていただきたいというふうにお願い申し上げます。なお、長時間の飲食も避けていただきたいというふうに思います。基本的には2時間以内というふうに考えておりますので、十分にご留意をいただいて、お一人お一人が感染拡大防止に徹底して取り組んでいただきますように、
心からお願いを申し上げる次第でございます。さて、これまでもお知らせをしてまいりましたが、本市の取り組みについて改めて皆様にお伝えをさせていただきたいと思います。まず、新型コロナウイルス総合相談窓口の設置でございます。先ほど定例市議会も終わりました。本会議での答弁の中でもお話をさせていただきましたけれども、新型コロナウイルス総合相談窓口というふうなものを設置をさせていただきます。これは市民の皆様の悩み、あるいは困りごとを、あるいは相談と、ご相談というふうなものを総合的に受け付け、関係部署と連携し、相談を寄せていただいた皆様に寄り添いながら、ワンストップで早期解決を図る組織でございまして、4月の1日から市役所本館2階の総務調整課内に新たに設置をさせていただきます。ウイルスの地域への広がりと、その対策の影響を受け、仕事や生活に不安やストレスを感じている方も少なくないのではないかというふうに思います。そういった方々には、ぜひこのワンストップの相談窓口をお気軽にご利用いただきますようにお願いを申し上げます。次に、ワクチン接種のスケジュールについてでございます。新型コロナウイルス感染患者に接する可能性が高い、お医者さん、看護師さん、救急隊員さん、保健所の職員の皆様への優先接種は、本市においても今月の9日からもうすでに始まっています。また、ご高齢の方、特に施設に入所されている方を先行というふうな形で、来月の20日、4月20日頃からの接種開始を予定しており、お年を召された皆様には、ワクチンの接種券、いわゆるクーポンでございますが、4月中旬にお届けできるよう準備を鋭意進めております。報道でもすでに指摘をされておりますように、ワクチンの供給量が不透明でございます。いつ接種ができるのか、いろんなご心配をなされていると思います。このスケジュール感につきましては、詳細が決まり次第、ホームページや SNS、FM ラジオなどでも速やかに情報発信をしてまいりたいというふうに考えておりますので、しばらくお待ちをいただきますようにお願いを申し上げます。続いて、ワクチン接種の体制についてでございます。現在、今治市医師会など関係機関と連携し、かかりつけ医による個別接種と会場を設けての集団接種の併用での接種を行う方針というふうなことは、皆さんにも明らかにしてまいりました。ワクチン接種に関しましては、不安に思われる方も多いと存じます。今治市では、新型コロナワクチンコールセンターを設置をしております。受付時間は、平日・休日を問わず、午前9時から午後7時まで、19時まででございます。ぜひ、さまざまな疑問であったり、ご不安な点がありましたら、コールセンター0570-005-108 まで、ぜひご連絡をいただきますようにお願い申し上げます。先日、私の方にもこうした次のような声が寄せられました。私たち老夫婦なんだけども、2人が同時に接種をするというふうになったときに、万が一の場合、どうしたらいいのかなというふうな、こんなご相談もございました。ぜひ気軽に工具センターまでお問い合わせをいただきますようお願いを申し上げる次第です。さて、PCR 検査につきましても、皆さんにお示しをしておきたいと思います。市内の事業者の皆様から、出張帰りの社員に PCR 検査を受けさせたい、あるいは接客業務に従事をしている社員に、定期的に検査を受けてもらう必要があると考えているといった声も多く寄せられています。こうしたご要望に対して、今後、今治市医師会とも報告、あるいは相談、
減額をさせていただきながら、もとより感染拡大の状況にもよりますけれども、PCR 検査や抗原検査の費用の一部を今治市が助成をするといった、そういうふうなことも検討をしたいというふうに考えております。なお、スキームにつきましては、すでに取り組んでおられます、さまざまな先進自治体の今の動向というふうなものを鑑みて、今治市ならではのことを考えていきたいというふうに思っております。さて、事業者の皆様への支援についても、この場で明らかにしておきたいと思います。コロナ禍による地域経済への影響は計り知れないことは言うまでもございません。かつてないほどの苦境に立たされている事業者の皆様を支援するため、本日、定例市議会においてご議決をいただきました、新型コロナウイルス感染症対策に係る次の事業につきまして、新年度早々に着手をしたいと考えております。その1は、頑張る企業元気応援モデル事業費補助金でございます。新しい商品の開発、あるいは販路の開拓、ICT、AI 等を活用したデジタル化への取り組みなど、経営基盤の強化や雇用の確保 等に意欲的に取り組む、とりわけ市内の小規模事業者を想定をしておりますけれども、頑張る企業を応援をさせていただきたいというふうに思っております。上限は100万円、補助率は2分の1でございます。その2が、飲食店新たなチャレンジ支援事業費補助金でございます。市内の飲食店、大変厳しい状況にあるというふうに認識をしております。営業継続のための業態転換、デジタル化の促進、販売促進など、これまでになかったような新しい取り組みを今治市としては応援をさせていただきたいというふうに思います。そうした上で、店舗の事業継続であったり、経営基盤の強化を図ってまいりたいというふうに思います。上限は20万円、補助率は3分の2でございます。飲食店の皆様におかれましては、県内のクラスターの発生状況なども鑑みていただきたいというふうに思っております。対岸の火事ではございません。他山の石としなければならないというふうに思います。私自身は休業要請というふうなものを決してやりたくない。休業要請をすれば、地域経済に壊滅的な打撃が出るのではないかというふうな、そんな危機感を抱いております。ぜひ、先ほど申し上げましたような事業をご活用していただきたい。例えば、アクリル板の設置であったり、座席の配置などの飛沫の感染対策を徹底してもらいたい。メニューであったり、ドアノブなど、人が触るものに対して、アルコール消毒などの接触感染対策を施していただきたい。適切な換気の徹底など、マイクロ飛沫感染対策を徹底してもらいたい。そして何よりも、接待を伴う飲食店においても、なかなか難しいことかもしれません。お客様に対応するわけでありますので、フェイスシールドをする、あるいはマスクをするというふうなことはやりにくいのかもしれませんけれども、誰でも簡単にできる対応でございます。ぜひこれらの感染対策を徹底していただきますよう、重ねてお願いを申し上げたいというふうに思います。現場の皆さんからさまざまな声をいただきたいというふうにも思いますし、お困りのこと、ご相談、さまざまいただければというふうに思っております。この試練を皆さんと共に乗り越えていかなければ、新しい今治の未来を切り開いていくことはできないのではないかというふうに思っています。最後に一言申し上げます。感染拡大阻止へ、今まさに正念場を迎えているというふうな認識でございます。お一人お一人が強い警戒感を持っていただいて、うつらないよう自己防衛、うつさないよう周りに配慮、習慣化しよう3密回避、これまで1年間、市民の皆様が苦労の中で積み重ねてきた感染予防対策、あるいは感染回避行動を
徹底していただきますよう心からお願いを申し上げたいというふうに思います。今治市といたしましても新型コロナウイルスという見えない敵の猛威から市民の皆さんの命を守っていく、あるいは健康や暮らしを守っていく、そのために市民が真ん中であるというふうな思いをしっかりと持って全力でコロナ禍に立ち向かってまいりたいというふうに思います。皆さんと共に立ち向かってまいりたいというふうに思います。どうか市民の皆様のご理解そしてご協力を心よりお願い申し上げて冒頭の挨拶に変えたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。